こんばんは、じっくんチャンネルへようこそ。今日はですね、以前ご紹介しました、このジョーアさんからご提供いただきました、このカーマウント、こちらですね480度ローテーションカーマウントという商品なんですけど、なぜ480度っていうと、この丸い部分がまあこう360度ぐるぐる回る上に、ここを支点としてこのアームがですねこんな感じで120度傾けられるので、まあ合わせて480度稼働するっていうマウントなんですけど、今回ですねこちらのマウントがさらに進化したということで新商品をまた送っていただきましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、それがこちらの商品になります。じゃあ早速開封してみたいと思います。はい、開けます。よいしょ。まあ中身はほとんど前と変わってないと思うんですけど、さあ一体何が新しくなったんでしょうか。はい、取り出しました。もうちょっとカメラ引きますか。はい、こんな感じで、はい、でこれ蓋開けますと、はい、商品出てきました。はい、でこの上のやつを取るとここにですね付属品がついてます。ケーブルが2種類ついてますね。一つは両側とも USB Type-C のケーブルで、もう一つの方は片側がタイプ A で片側がタイプ C のケーブル両方ついてます。これはあれですよね、あのモデル3って年式によって車体側の USB ポートが違うので、まあ、私みたいな2019年モデル古い方のモデル3は車体側が USB タイプ A なのでこちらのケーブルを使って、で2021年型の新しいモデル3なんかはもう USB-C の端子になってるのでこちらのケーブルを使うという感じで、両方に対応するようにちゃんと2本ケーブルがついてるところが親切ですよね。はい、で本体取り出しますと、よいしょ。はい、これもですねこちらを紹介した時と全く同じで、このモデル3のディスプレイにぴったりとつくような1ギメの型紙がちゃんと最初から付属していて、この型紙をディスプレイの角にくっつけてこれをつけるとですね所定の位置にちゃんとつけられるっていうものです。この辺も前と全然変わってないですね。でちょっとこれ外してみまして、じゃあこれ本体一体何が新しくなったんでしょうか。見た感じ全く違いが分かんないですよね。じゃあちょっと裏返ししてみましょう。はい、そうすると分かりますか。違いがここにありました。はい、この後ろのここのところです。はい、なんと今回ですねここに USB Type-C の端子がつきました。ということはこんな感じでここにケーブルを挿してですね、この反対側を車体の USB ポートに挿すことで、はい、今回ここに置いたスマホを無線で充電できるようになったんです。いや、地味だけど大幅な進化ですね。はい、というわけで、これ単体でもね、かなり便利に使えるホルダーだったんですけど、唯一弱点はこのままだと充電できなかったっていうところ。それを今回きちんとですね、対応してきてくれて、無線充電で充電できるようになりました。でさらに使い勝手が上がったと思います。はい、じゃあ一応ジョーアさんの商品ページも見てみたいと思うんですけど、こちらですね480度ローテーションカーマウント with ワイヤレスチャージングってなってるのが新製品です。で先ほど実物を見たようにこんな感じで USB Type-C ケーブルを挿して無線充電ができるようになったのが特徴になります。でその他カーマウントとしてのこのホルダーの特徴はこちらのジョーアさんのプロモーションビデオを見るのが一番わかりやすいので、こちらちょっと再生してみます。じゃあ再生スタート。はい、こんな感じで縦にも横にも付けられるように回転できるんですね。はい、まず吸盤を起こしてこの型紙をつけたままで、ディスプレイの角っこにこれをはめて、でもこれで位置がピタッと出るので、あとは吸盤を止めて型紙を抜けば、はい、これでもう出来上がりです。でこんな感じで手でですね簡単に位置を変えられて、でスマホをセットしてこれで使えると。で取り外しはこのホルダーの端っこがローラーになっているので簡単に取り外せて、で USB ケーブルをつけると、はい、こんな感じで無線充電ができるという。はい、これ使い勝手めちゃくちゃいいですよね。はい、というわけでじゃあ早速ですねこちら車に取り付けて試してみたいと思います。
はい、じゃあこれからこちらのですね、新しくなったジョアさんの480度ローテーションカーマウントを取り付けていきたいと思います。もうすでにですね、旧型のマウントもつけてますし、であとこのインビジブルマウントも愛用してます。これのいいところは、使わないときね、こんな感じで、よいしょ、はい、こんな感じで折りたたんでマウントが隠せちゃうんで非常にいいと思います。私今これ愛用してます。はい、じゃあこちらのマウントつけていきたいと思います。はい、じゃあこれから、ジョアさんの新製品のスマホホルダー取り付けていきます。まずこちらを剥がします。ペロッで、この吸盤のロックを外しておいて、でこの型紙をつけたままディスプレイの角にこれを合わせますよ。でこれで位置が出るので、このまま強く押し付けて吸盤をロックすれば、これで装着 OK です。はい、簡単ですよね。でこれでこのアーム部分は横になったり縦になったりしますと。であとこれ無線充電対応なので、 USB ケーブルをつけていきます。タイプ C でいいかな。はい、同じくジョアさんの USB ハブから電源を取ります。よいしょ。でちょっとまあ仮付けなんで、これ横から出しちゃって、はい、ここに USB 端子があるんで、ここにケーブルをつけます。よいしょ、はまりましたね。はい、でこれで準備 OK です。じゃあこれから無線充電ができるか試したいんですけど、私ですね、無線充電できるスマホを持っていないので、今日はちょっと、アシスタントに来てもらいました。テスラ仲間の藤重さんという方なんですけど、この方の、無線充電対応のスマホで充電できるか試してみたいと思います。はい、じゃあ、スマホ取り付けていきます。お願いします。はい、取り付けた途端に充電始まりました。バッチリですね。はい、というわけで、無事に無線充電ができることが分かりました。で無線充電対応のスマホ持ってない人は従来のこのタイプで十分だと思います。はい、というわけで今回は、ジョアさんからご提供いただきました、こちらのですね、新しくなって無線充電にも対応した480度ローテーションカーマウント with ワイヤレスチャージングのご紹介でした。こちらですね、動画の説明欄に商品リンクと、あと特別に5ドル割引になるクーポンコードをもらいましたので、そちらの方も一緒に記載しておきますので、ぜひですね、どんどんクーポン使ってください。ではまた別の動画でお会いしましょう。それではまた。テスラ仲間から面白いものもらいました。この六角形にピタッと合わせてはめられる台座なんですけど、これ一体何に使うかっていうと、ここにね、オリジナルのステッカーとか貼ってステッカーを飾れるっていう、なんかこういうものらしいです。めっちゃアイデアが面白いですよね。でこれはね、型抜きでテスラマークがついてるってやつですね。これはこのままでいいかもね。はい、そんな感じでした。